どうも、レオンですけど、何か。今回はですね、皆さんお待ちかね、カタールワールドカップ、いよいよもうあと1週間ぐらいですか、迫ってきました。まあ、優勝国予想はね、まあ、以前したと思うんですが、今回はですね、得点王予想をしたいと思います。ズバリ当てます。はい。まあ、得点王といってもですね、まあ、得点王になるためにはですね、チームが強くないと得点王になれないんですよ。ぶっちゃけね。だから、いいストライカーが、います。かつ、チームが上位に行けると。っていう形でないと、得点生まれないということなんで、我が日本からですね、得点王が生まれるということはないということですね。はい。ただ、まあ、候補としてはですね、まあ、グループ A から見ていくと、セネガル、マネがちょっと怪我なんで、初戦欠場ですよね、確かね。で、オランダもストライカーいないですよ、デパイか、でもデパイ今調子悪いから、まあ、得点王って感じじゃないですよね。グループ A からはなしですね。で、グループ B で言うと、イングランド、ケインですか。まあ、この人ね、ビッグマッチに強いかどうかっていうのがまた未知数なんですよね。ちなみにケインは、前回ワールドカップの得点王なんですよ。でも全て予選で取ってるんですね。なんで、固め打ちのパティーンがあるんで、ただ今回も、イラン、アメリカ、ウェールズっていう対戦相手なんで、固め打ちの可能性あるんですよね。だケインは候補の一人かなと。まあ、あとはウェールズのベイル。まあ、得点王のタイプではないですよね。で、グループ C、アルゼンチーナ、もちろんラウタロ・マルティネス。これはね、有力候補ですね、かなりの。チームをね、かなり上位まで行くということが想定されますし、インテルでも調子がいいですからね。ラウタロはかなり高いですね。で、メキシコもまあ、そうね、サウジ戦あたりに固め打ちがあっても、まあ、チームがそこまで上に行くような感じでもないんでね。メキシコはラウル・ヒメネスとか、ナポリのね、サイドアタッカーといますけど、まあ、得点を、まではいかへんよね、さすがに。で、ポーランドはもちろんね、レバンドフスキいますけども、チームがね、いかんせん弱いんで、まあ、得点王はならないかな、という感じですね。で今のところ、ケイン、ラウタロ・マルティネス、そしてグループ D。まあ、ここはフランスいますよね。フランス、ストライカー誰？あ、ジルーね。エンバペ。そうね。エンバペの可能性は非常に高いですよね。チームが上位に進んでね。でも、フランスもね、今回のメンズ見てると、まあ、ベスト8ぐらいがギリかなっていう感じなんですよね。そう。で、エンクンクもね、抜けましたし、まあ、誰がね、追加招集されるかわかりませんけども。まあ、エンバペ、そうね。でも低いかな。チームがそこまで上に来そうにないんでね。で、デンマークも、まあ、得点王が生まれるようなストライカーはいないですよね、確か。いないね。で、グループ E。スペイン、コスタリカ、ドイツ、日本。ドイツもストライカー不足ですね。いないですよね。ってなると、スペインか。スペインのストライカー誰がいましたっけ？モラタか。モラタは得点量産できるタイプじゃないよね。決定力ないからね。ということは、グループ E から該当者なしですね。で、グループ F。ベルギーね、ベルギーのストライカー、ルカクも怪我がちなんで、まあ、復帰できるかもわかんないですね。メンバーには入ってますけどね。で、クロアチアのストライカー誰でしたっけ？まだベテランですよね。ペリシッチとかですよね。レビッチとか。ちょっと量産型ではないですね。決定力ないですからね、そこまで。はい、だからグループ F からも該当者なしですね。で、グループ G がブラジル、セルビアのスイス、カメルーンと。まあ、カメルーン論外ですよね。スイスもストライク、あ、エンポロね。エンポロいましたけど、まあ、量産はできないでしょうね。チーム弱いんでね。で、セルビアはね、ブラホビッチいるじゃないですか。ブラホビッチいるんですけど、まあ、予選リーグで固め打ちパティの得点はもうゼロではないんですけど、まあ、初めてのワールドカップでいきなり固め打ちちょっと難しいかなと思うんでね。まあ、ブラジルで言うと、ビニウス・ジュニオール、ビニシウス・ジュニオールかな。それとリシャルリソン、名前言いにくいな。この二人は可能性高いですよね。
まあブラジルからこの2人かな。ネイマールは得点はならへんかな。今回は多分引き気味のトップ下とかやると思うんでね。で、H で言うと、ポルトガルね、ウルグアイ、ガーナ、韓国。ここはね、まずポルトガルが抜けるし、で、かなり上位に行くと思うんですね、今回ね、ワールドカップ。ってなると、まずクリスティアーノ・ロナウド。で、大化けでレオンとかね。大穴か。大穴の大化けで、レオンとかワンチャンあるかもしれないですね。ガーナはないね。で、ウルグアイ。ウルグアイもね、スアレス、カバーニがしてやばいよね。まあ、ヌネスいますけど、まあ、いきなり得点を、まあ、そこまで量産できないでしょう、というのと、チームがね、まあ、弱いんで、まあ、そこまでね、数字上がっていかないかなと。ってなると、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド、レオン、ブラジルのジュニオール、ビニース・ジュニオール、そして、リシャルジソン、そしてフランスのエンパペ、アルゼンティーナのラウタロ、そしてイングランドのケイン、今言ったところが候補になると。で、最終的にはやっぱチームがね、かなり上位に行かないと無理だということなんで、まあ、イングランドも今回そこまで上位に行かないかなと。前回の4位でしたっけ、3位でしたっけ、ベスト4がもう精一杯かなという感じはするんで、ないと、ケインなしと。で、フランスも今回はね、やっぱり前回のワールドカップからするとやっぱ力落ちてるんで、エンバペもないかなと、なしと。アルデンティーナのラウタル・マルティネスで、ブラジル、ポルトガル、この3つに絞ります。で、ブラジルもビニシウス・ジュニオールとリシャルリソン。リシャルリソンね、スタメンかなっていうところがちょっと怪しいですよね。って考えると、レアルのビニシウス・ジュニオール1本に絞りましょうか。ビニシウス、ラウタロ、クリスティアーノ・ロナウド。ってなると、チームが強くないと上に行かない、得点重ねられないんでね、難しいな。ブラジルもね、みんなが持ってるほど俺強くないと思ってるんでね。ってなると難しいな。でもアルゼンチンも確かに強くないんですよ。ブラジルの方が強いと思うんでね、ラウタロ消しますわ。ビニシウス・ジュニオールかクリスティアーノ・ロナウド、どっちかにします。はい。ただまあ俺個人的にはね、ポルトガルが優勝すると断言してるので、クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップ初優勝、そして、得点王と MVP となるんじゃないかなと、いうふうに思うんでね、ワールドカップ得点王はクリスティアーノ・ロナウドというふうに断言します。はい、これ外れません、絶対に。まあなんせね、今回それとね、これ H、ポルトガルが H 組でしょ、 H グループ、これね、1位でいったらね、ブラジルともアルゼンチンとも当たらないんですよ。これすごいですよ、スペインとも当たらないのかなっていう感じなんで、これ相当ね、ついてるんですよね、ポルトガル。なんでクリロナが爆発するんじゃないかなと、クラブの鬱憤をね、爆発させるんじゃないかなというふうに感じるんで、まあ組み合わせとかいろいろ見て、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド CR7 がですね、得点王になると。これは外れることはありません。はい、ちなみに、我が国日本の得点王、一番誰が点を取るのかということなんですが、これはですね、俺が見るところによると、南野か鎌田か、どちらかだと思いますね。まあ、伊藤か三笘か、いやそんないらっしゃ全部やな、誰かな。南野でもスタメンなさそうだけど、最近この人一気に上がってきたからね。まあ大穴ってのもいいかな。だから鎌田か南野どっちかと思うんですよ。得点取れんのがね。なんで南野にします。はい、絶対に当たります。はい、外れることないんでね。はい、ただまあチームはね、予選グループ敗退の可能性高いですけど、森安のせいでね。はい、まあそんな感じで、今回ですね、カタールワールドカップ得点王予想ということで、CR7 を予想しました。